どうも、トミーです。さあ今回はですね、皆様にお知らせという形で動画を投稿させていただいております。1月20日から25日まで東日本橋の A ガレージという劇場で公演されます舞台ジュリエット、こちらに私出演が決定いたしました。はい、でこれはですね、元日の生配信でも少しお話をさせていただいていたんですが、その後にですね、先日の緊急事態宣言の発令がありまして、ただ劇場に関しましては東京都のガイドラインを遵守することで営業は認められると、公演の方も予定通り結構は決まりました。なのでちょっと改めて皆様にお知らせという形で今お話をさせていただいております。はい、こういった状況ですので、非常にね、こういったお話させていただくのもですね、気を使うところではあるんですが、より多くの方に見ていただくために日々稽古に励んでおりますので、最後までご覧になっていただけたら嬉しいです。でこちらね、稽古の方もすでに始まっております。で役者の方もですね、もうそういった日々の稽古から対策をとっておりまして、マスクをした上にさらにフェイスシールドをかぶって、さらに両手にはゴム手袋という形で、もうできるだけその接触とか感染のリスクを減らす形で稽古をしております。でそれもですね、やはり安全に皆様に見ていただくため、自分たちの身を守るためにやっておりますので、ぜひ、より多くの方に見ていただきたいなと思っております。公演の時もですね、皆様が見ていただく客席ですね、客席と舞台の間に大きなアクリル板、これをですね設置しまして、飛沫対策をとっております。で役者同士もですね、お芝居をする時は舞台上でもマウスシールド、これをするような形でお芝居をいたします。なので、普段こうやるお芝居とはもうかなり環境が違うんですけども、今このコロナ禍ということで、その中でもできる最善の対策をとっての、お芝居ということになるので、そんな状況で楽しんでいただきたいなと思っております。僕もですね、こういったコロナ禍の中で何本か舞台お芝居もしてきましたけど、やはり普段こう見に来ていただいている方もこういう状況なので、なかなか劇場には行けなくてっていう方が多いんですよね。でそんな方にもですね、今回は朗報がございまして、配信での観劇が今回は可能となっております。最近はですね、舞台の界隈でも配信での観劇というのが広まってきております。で僕もですね、同じ事務所の俳優さんがそういった配信での形での出演があった時に見させてもらったんですけども、これめちゃくちゃ便利なんですよね。まず何より、自分の空いた時間、自分の時間ができた時にスマホもしくはパソコンで見れるという利便性で、やっぱこの状況なので人と接触しないでも自分の部屋で見れるという、接触が なしで見れるという、このね、便利さがあります。でもちろんね、舞台っていうのはやっぱ生で見てたっていう方もね、いらっしゃると思います。先ほども申し上げた通り、劇場での対策もしっかりとっておりますので、ぜひぜひ劇場の方にも足を運んでいただけたら嬉しいです。なので今回はですね、劇場用のチケット、そして、配信用のチケットと2種類チケットがございますので、そちらの方はですね、概要欄の方に URL を貼っておきますので、公演の詳細と含めてチェックをお願いいたします。とある高校の演劇部、この部室が舞台となっていきます。でお話はですね、その演劇部がロミオとジュリエット、この公演のための稽古をしているところから始まるんですが、僕はですね、その中で、ロミオ役を演じるユータという役、これをやらせていただきます。そこからですね、時が経ち、みんな大人になるわけです。でその時にジュリエットを演じたアヤという役の子と、僕が演じるユータ、この二人はね、結婚するわけなんです。である日、そのアヤのもとに結婚式の招待状が届くわけです。でこの招待状がなんとも不気味だなということで、アヤは演劇部員たちをその部室に再び呼び集めるわけなんですね。そこからまたお話が展開していくと。なので、ちょっとですね、これミステリー要素があるお話なんですよね。はい、最初はちょっとこの演劇部のわちゃわちゃした青春ストーリーかなと思いきや、なんかどんどん雲行きが怪しくなってきたぞという展開があるんですよね。でしかもですね、これ今回のお話の構成上を、高校時代、そして現代、大人になった現代と2つの時間軸があるんですね。なので僕、今回高校生役もやらせていただくことになりました。
これはね、なんともちょっとお恥ずかしいというかおこがましいんですけども、そういったところでも、ね、楽しんでいただけるかなと思います。はい、で今回は特に配信という形もありますし、これまで以上にですね、皆様にもこう選択肢が増えるかなと思いますので、ぜひぜひご検討をよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はですね、私が出演する舞台公演のお知らせをさせていただきました。まあ、こんな状況下でありますけど、皆様どうぞよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ動画への高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。